ハバキラファミリーです。はい、またね、始まりましたね、はい、今回もね、今回も始まりました、はい、ということで、はい、ティッティさん、はい、今日は何やるの？今日はね、うん、こちら、ジェンガ。あー、違うね、違う、一文字もかぶってレインボーアンバランスっていうね、うん、ほぼジェンガなんですけど、うん、若干ね、やり方がね、違うらしいんですよ。ほう、ルール付きのね、ルール付きのね、うんうんうん、ジェンガになってます。なるほど。ちょっと俺ルール軽く読むんじゃないかな。遊び方、じゃんけんで勝った人から時計回りにプレイしていくと、はい、プレイヤーはサイコロ振って出た色と同じ色のブロックを等から、最上段以外ね、どれでも一本抜いてまた上に積んでいく。まあジェンガだね。ジェンガだね。特殊なジェンガ、特殊な縛りありのジェンガ。そうそうそう、普通のジェンガでできそう。で、この後についちゃダメですそうっていう感じのルールになっております。はい、じゃあ早速開けていきましょうか。開けましょう。はい、開けます。はいはい、ね、まあ、これがね、サイコロ、このサイコロを、うん、まあ、時計回りに振っていって指定された移動を抜いていくと、うん、で、あとはジェンガと、まあ、一緒だね、うん、はい、こんな感じです。はい、あれ色付きの方が綺麗に感じる。綺麗だね、まあ、まあね、基本的なジェンガって全部木だもんね、色がね、つまんないよね。いや、まあつまんないこれ下手なのかな。いや、大丈夫やね。さすが、頼りになる。さすが、頼りになる。頼りになる。頼りになる。はい、ということで、はい、できました。はい、はい、じゃあ、まあこのままじゃあじゃんけんして順番決めて、ね、最後に振っていこうと思います。はい、今回俺とポッティとヒロシと今ちょっとカメラやってもらってるんだけど、アジタマが、はい、はい、合計の4人でちょっと遊んでいこうかなと、はい、思います。負けた人をちょっと罰ゲームしようかなと思いますと。オーケー。1回戦目の、1番手アジタマさん、お願いします。サイコロです。いいよ。さあ何が出るか。ツイスター。開けました。開けました。はい。来、はい、た。いろいろね、やばいね。これをね、うん、やっていきましょう。いや、すごいこれね。やばいね、もうね。うるせえ。本当に。いや、もう楽しみでしょうがないからね。しょうがない、もう震えてる。ああ、たまね。どうやんのかな。やり方わかんねえよ。さっきルール言ったのに。つらい。真ん中の人の気持ちを考えて。だから言ったじゃん。言ったって。うるせぇ。うるせぇ。なんだっけ、じゃんけんしたんだっけ。あ、じゃんけんしたない。あ、じゃんけんしたない。いくよ、はい。じゃあ、今回のルールは、負けたらその人が罰ゲームで。オーケー。はい、いきます。アクション。軽く罰ゲームの内容を紹介すると、例えば今回じゃあ、ポッティ負けました。じゃあ、罰ゲームですね。はい、そしたら、ランダムで、アジタマ、俺、ヒロシの中で一人、剣を持って叩き役決めて、で、ポッティのケツに、うぃ、一緒の。いいよ。ゲームしていきましょう。やったー日本人はね、ケツ叩かれるの好きだっていうね、話聞いたことあるんで。楽しみですね。ヒロシさんね、セリフでやってるからね。あ、はい、はい、じゃんけんだよ。じゃんけんね。はい、いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょう。はい、あ、来た。おい、一番。ヒロシ、アジタマ、俺、ポッティの順番だ。オッケー。書いてもいきます。いきます。はい、一本目。赤、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 いい、これめちゃくちゃ簡単だけどさ。いや、逆イメージ気が。あ、いくよ。そんな手つきでいいんすか。もうちょっと前にこれさ、いくか。あの、そう、戻してもあれ俺が悪かったテーブルクロスみたいな、スンって。あ、まあそうだ、じゃあスン。おお、今来た、上手。じゃあ次、はい、取ってみようか。今、まだまだ、あーっと、また。あ、まあ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 、はい、思ったより。はい、はい、次、俺か、ヒデさん。はい、さあ、また行きます。お願いします。よいしょ。おー、黒かな。ちょっと分かりづらいけど、まあ黒ってことで、うん、イエイ。はい、ね、いや、結構きついな。チョコレート色でいいんじゃない。チョコレート色、うん、あ、もうちょっと茶色でいいじゃん。茶色でいい。じゃあ、じゃんけんしよう。もうここで最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行くでしょう。はい、行くでしょう。はい、チョコレート色。チョコレート色。じゃんけんぽい。はい、お願いします。はい、オレンジ。オレンジ。
オレンジ。邪魔ね、邪魔ね、邪魔ね、だからちゃんと。回し終わったら軽くちょっと見せてもらってお願いし。ちょっと見せてもらってお願いし。オッケー、お願いし。これ、わかる、これね。わかる、わかるよね。俺スロー再生すればいいんだよ。俺スロー再生すればいいんだよ。はい、お願いします。はい、オレンジ。オレンジ。見せればいい。オレンジ見せればいい。何分かんないよね。ここだけ何だろう。オレンジ、お願いします。まあ、はい。はい。はい。まあ最初だったらね。最初だからね。え、2周目のヒロシさん。オッケー。お願いします。名前が少ないんだよ。わかる。綺麗な色差し込んでいくから。青かな。おお。すげえ。青。青。横からまたスン。ああ、いいね。ちょっと待って。いきます。はい、はい。すん。おお、じゃあ次、アジタモさん。お願いします。頑張れ。はい。黄色。まあ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 、でも。なん？お、あ。おー、いいね。ほい。よいしょ。赤か。赤か。まあでも、上に乗ってない。全然変わるかった。乗ってないからね。まあまあまあ、黄色。まあ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 、難しい。置き方さ、置き方ね、後の人のことを考えない。そういうゲームじゃないのこれ。まあ、いや無理だね。まあ、あとじゃあそういうね、ポッティがそういうスタンスだったら俺もね、はい、考えがありますよ。でも俺にその考え明日までしか考えないから。そうだね。はい、行きまーす。はい、よろしくお願いします。オレンジ。オレンジ。オレンジ。だからこれを同じこれを2回やったら、うん、もうその1カウントそれやろうか、うん、そのルールちょっと追加で申し訳ないけど最後しよう、ね、だから最上段1個でも落としちゃったのを2回そのゲームでやったらその人の負けで、まあダブルフォルトみたいな感じ、うん、オッケーってことはまあ半溜まり、じゃあとりあえず今回ヒロシリーチでオッケー、さすがジタマ黒、あーごめん、チョコレート色、これチョコ、いやまあまあまあでもそのとりなんかね、はい、あ、軽い、あ、軽いね、あ、意外とね、意外と一番下軽いんだよ、はい、はい、じゃあ次俺、よいしょ、赤、ああ、あでも今出ちゃったけど赤よ、じゃあ、いや、いけるこれ軽い、ああ、よいしょーい、はい、いきまーす、はい、お願いします、黄色、黄色、お、そこ狙い、いや、そこは、そこはきつい、やめとこ、そこはね、お互いのためにやめとこ、いや、いや、こっちの方がいいわ、じゃやれよ、やれよ、ほらってそうやって、そうだ、おい一緒に動いてんの、あ、両手は使ってないからありだね、この動かし方は、やばくない、それ、やばいよ、やばいね、なんでさ、スッ、そう、わかる、スッ、ああ触りすぎじゃないですかね、触りすぎはね、ちょっとね、落としたらダメが過ぎてます、おらない、おお、すげえ楽勝だよ、はい、色真ん中なんか軽そう、お、あ、来た、やっぱね、そう、いかないからね、一番指長いところ、いや、マジでマジで、そう、でもね、それどうすんのこれ、まあこっちしかないじゃん、こっち、絶対こっちしかない、え、マジで、いやまあ任せるわ、いつでしょ、こっち、あのさ、おーい、あのさ、気づいちゃったんだけどさ、ここさ、スイッチおかしくなる、間違えたね、これ、え、どういうこと、あ、ここおかしいね、立て立てになってるね、そう、まあしょうがない、まあまあそういう場合もあるわな、まあしょうがない、違法建築ですよ、次は、俺か、あちらからね、わかる、あ、あの人サイコロ一つ振れねえ、いいっすよ、じゃあ有り余っちゃうね、パワー青、青、生きてるじゃん、青だね、ほんとにさぁ、プーはないな、いいね、目先9だね、
よいしょ。赤。なんか連続だったの気がするな。ありがとう。あ、いけるな。奥までかね。えー、いいね。うまいね。最悪だよ。まだ。おい。おい。うわー。ナイス。俺か。おい。いきまーす。はい。あっ。あっ。ですね。いやー、これ敵だけどさ、すげー。見守りたくない。たまらないよ。これはもうきついわ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いける。すげー傾き方してる。うん。いや、頑張れ。これもペナだね。これペナだ。さっきのヒロシと同じ。だから、あ、これも次また同じことしたら負け。これさ、俺自分の置き方でさ、やらかした感がある。自分自得じゃん。そうだよ。だからヒロシ、自分だね。あーい、罰ゲームですね。この中でさ、好きな色取って、例えば俺が赤で、まあ、ヒロシが緑、味玉が青だったら、これを、サイコロをポッティに振ってもらって、その色が的中するまで振ってもらって、例えば今、赤でだから、赤持ってるから、俺が鉄を縛ってください。オッケー。シャツの似た色でもいいんだ。あ、いいね。じゃあ、ポッティサイコロ振ってください。俺が振るんだ。はい。誰に叩いてほしいか願いながら。そうそう。来ました。誰？ケイさん。じゃあ、ということで、はい、罰ゲーム、はい、やっていきたいと思います、はいはい、やられる側が硬いまあ、だからその分ね、彼は死にたがりなんでしょうね。そうだね、うん、このビデオで見てほしい。そう、優しくしようかなって思ってたんだけど、どうしようかなっていう。じゃあ、まず剣を。はいはいはい、構えな、四つん這いになるんだよ。オッケー。あ、じゃあ、OK、ちょっと待って、もっと嫌がるとかないの？なんで従順なの？なんで？罰ゲームだからね。いや、もうだからもう全て受け入れてんでしょ。うん。ヒロシさんの合図で僕はこの剣を振っていきたいと思います。じゃあ、はい、罰ゲームの執行の合図お願いします。わかりました。はい。構え！てぃー！思いのほか痛いよ。思いのほか痛い。なんか飛び出たの。そう。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。